こんにちは、長島です。今日はですね、創業融資は難しいのかということに関して動画にさせていただきます。創業融資っていうのが、政策金融公庫っていう、国が 100% 出資をしている金融機関がありまして、そこが、開業とかをしたいとか、これから事業をしたいとか、あと創業して間もない2年以内ぐらいの企業に対して運転資金とか設備資金を融資するっていう制度がありまして、それのことを創業融資っていうふうに言っていますと。でまあ、創業融資ですが、割と難しそうに見えるだけで、実態はそんなに大したことはなかったです。ただ、自力で全部やろうとするとおそらく難しいですね。なので税理士とかをうまく使って専門家に丸投げをするってことがすごい重要ですね。で、創業融資自体審査っていうのはかなり緩くて、本当に面接では割と厳しいこと言われるんですけども、基本創業融資の融資担当者はその面接に来た人に対して貸したいスタンスらしいんですよ。なんでかなり緩いと思いますね。こういうふうに積極的に貸したいってことですね。これって別に建前でも何でもなくて、実際私は300万円希望で融資をお願いしたんですけども、結果的に100万円しか着金しなかったんですけども、その面談を受けた際とかに、その融資担当者の方が本当にうちとしてはもう積極的に貸したいんだけど、でもなんかその稟議って言われる、いわゆるそのね、金融機関とかでこの部長決済、課長決済とか、そういう決済員とかを回して決済するときとかに、ちゃんとこの人が今後ちゃんとやっていけるぐらいの能力があるかどうかっていうことを証明するような、例えば経験がどれぐらいあるかとか、自己資金ちゃんと貯めれてる人なのかとか、そういうところをちゃんと、プレゼンできるように資料を揃えてきてくれないと困るみたいなことを結構言われているんですね。で、こんな感じでできる限り貸したい、条件が揃っていればバンバン貸したいっていうのが、政策金融公庫のスタンスですね。なので積極的に貸したいので、みんなもどんどんチャレンジすればいいというふうに私は思っていますと。で、というのも貸す方がその融資担当者の人の成績になるらしいんですね。これは政策金融公庫とかいうところだけじゃなくて、いわゆる金貸しって言われるところはどこもそうですよね。銀行とかもそうですし、信金とかも全部そうですよね。貸す方が成績になるから、できる限り貸したいと。で、さっきも申し上げたみたいに、私も300万円希望で100万円融資。これ結構、なんで減額されたのかっていうと、割とその仕事の職務が経験不足だみたいなこと結構言われて、どんだけ経験すればいいのって感じで、ここで大事なのが、その今あなたが現状でその今やってる融資受けたいと思ってるその事業ですね、経験不足だと思っても、もうどんどん特攻して面談とか融資受けた方がいいと思います。だってその経験不足かどうかって判断するのはあくまでもその先方の政策金融公庫の融資担当者ですよね。で、自分がその経験不足だと思ってたとしても、なんかあっちはどう判断するかっていうのは実際は面接しないと分かんないんですね。で、私は全然経験あると思って行ったんですけども、実際あっちからすると経験不足だったってことで、結果的に減額になっちゃったってことですね。なので、本当にいろんなものって時期が熟するのを待ってたらおじいちゃんになっちゃうので、どん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 調整するといいなっていうふうに私は思っていますと。で、ガンガン貸してくれるけれども、結構金額はシビアっていうのが創業融資ですね。で、割と貸してはくれるけど、金額に関しては慎重かなっていうふうに私は思いましたってことですね。これ温度感ですね。これはもちろん担当者とか、あとその指定によって全然違うらしいんですけども、大体同じらしいです。で、かなり重要視されている部分は創業融資で、さっき申し上げたみたいに自己資金ですね。本当にこの事業とかをちゃんと、腹くくってやっていくんだったら、独立開業に向けて1年2年コツ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 月1万でも2万でもその会社の給料から貯金をしてたんじゃないかっていうふうなことをちゃんと見られてて、あとこの自己資金にはちょっと裏技的な感じですけども、その見せ金はバレるからダメですよっていうのを、見せ金はその例えばアコムとかああいう消費者金融とかからお金を借りて、1日だけ借りて自分の口座に入金しておいて、その自己資金が増えてるっていうふうに装うってことが見せ金。でも最近の政策金融公庫はその出金した方 その誰から借りたのかって、そこの部分のね、通帳のコピーとかもちゃんと見せろみたいなこと言われるんですよ。で、入金したところの履歴だけじゃなくて、その100万円をどこから持ってきたのかっていうところも全部コピーして面談の時に持ってきてくださいよって言われるので、見せ金っていう風な
手法はだいぶ通用しなくなっているということですね。ただ、自己資金でちょっと裏技的なのが、まあ、結婚してる方って割と有利だと思ってて、例えば、その奥さんがいる場合、奥さんが貯金好きで、貯金が300万ぐらいあったとしたら、その300万もちゃんと自己資金というふうにカウントされるってことがあるんですね。例えば、自分が10万しか持ってなかったとしても、その奥さんの300万があったら300プラス10で310万円が自分の自己資金というふうにカウントされるってことですね。なので、割と、まあ、結婚してる人は有利かなというふうに思いますと。ここですね。あと、まあ自己資金以外にその業務経験の豊富さみたいなのをすっごい見られてますね。例えば、まあ経営コンサルやりたいんだったら、今まで会社員で経営コンサルとしての実績はどれくらいあったのか。で、会社員の時に、いたお客さんをどれぐらい連れて独立できるのかとか、どれぐらい来月収支が立つのかとか、そういうことも見られてますしってことですね。で、仮に例えば、まあよく私が動画で挙げている事例ですけども、まあ、美容師としてこう独立開業したいと私が思ったとしても、今までまあ美容師やった経験もなければハサミ持った経験もないっていう人がいきなりお金を借りに来ても全然ダメってことですね。で、業務経験の有無とか豊富さっていうのをかなり見られているってことですね。で、実際面接の割と圧迫で、こういう自己資金のどれくらい頑張ったのかとか、あと業務経験の豊富さみたいなところは最大の重要な審査事項らしくて、そこに関してかなり厳しく聞かれています。実際審査自体はまあ緩く通っちゃうんですけども、面接はかなりカマをかけてくる感じで、本当にあなたがそれぐらいやる覚悟があるのかってことをいろんな角度でビシビシ聞かれますね。で、創業計画書みたいなのを面談の時まで出すんですけども、そこに書いてない業界みたいなところは割とビシビシ聞かれる感じで、あまりごまかしは聞かないなというふうな感じで、なかなか大変でしたね。まあでも、まあ融資はなんだかんだ言って降りたので、まあ大丈夫だと思います。大半の人は。私でも降りたから大丈夫ですね。で、こんな感じで今回は以上となります。でですね、今回の動画が役に立ったなと思うんでしたら、いいねボタンとか、あとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あと、LINE アットとかもやってますので、そこでご相談いただいたりとか、あと Twitter もやってますので、気軽にフォローをしてください。ではですね、今回の動画は以上です。ありがとうございました。